タイガシです。キャンです。ネビキャンです。俺たちミッドナイト坊主です。今回は初のコラボ動画初ですよ。つんくさんをコラボにしてるつんくさんちょっとコラボとは言える、まあコラボか、まあ我々ハロプロが好きと言って、はい、ずっと音楽として聴いてきてますね、ちゃんと、はい、だったら音階としてハロプロの音楽分かってないとおかしいんじゃないのって話です。まあ、はい、まあまあまあ、はい、はい、ということで今回はこんな先生をお呼びしました。自己紹介の方よろしくお願いします。すごっ。聞いてくれたことの曲じゃん。皆さんこんにちは、ピーチ先生です。今日はハロータさんなら誰でもわかる無音ピアノイントロクイズをご用意しました。ぜひ皆さんで楽しんで解いていただければと思います。パンダさんパワー。すごい。ということで今回のスペシャルゲストは平田桃子先生です。登録者1万人ほどいらっしゃって、はい、まあ、いろんなストリートピアノだったり音楽の先生をやったりしてる。ピアノが超絶うまいですよ。俺がよくね、あの生配信、ハロプロの生配信とかやってます。ピアノで聴いた音をすぐに弾くんですよ。そうなんだよな。最初どういう仕組みか全く分からなかったんだ。今ね、この仕組みは分かってないけど、とりあえずすごいのは分かったんですよ。音楽としてはプロの方が、ガチでエグいから。今から、ま、鍵盤だけね、見せます。できるわけないのよ。鍵盤を見せるので、今何の曲弾いてんのかってのを当ててもらいたい。わかんの？いける気がします。何問かあるので皆さんに、ね、解いてってもらいたいと思います、はい、それでは It's Tasting Time。 1問目無音でしょ。もちろん。ただ今鍵盤が押されるだけでしょ。今からいきます。どうぞ。さあこれね、これ何イントロ、はい、まあもうね頭の中に浮かんじゃってる人も多いと思いますけどヒントがあの鍵盤が叩かれるデンデンっていう音だけなんですけどリズムだけだ。そのリズムだけでやってるってこと。まあ音が聞こえるんじゃないですかね、ハロプロが好きな。聞こえるわけないです。最初はまだ100分ってこの1本とかで、途中が和音が入りだしたからもう無理なのよ。両手も言ってたな。両無理じゃん。だいたい最初に簡単な問題来るんだよ。確かに。これ当てないといけないんだよ。でもだ。そうそう、レベルが違うの。グラフの縦軸の設定がミスってるって。それは。ピーチ先生からのなんか伝言だと、1問目2問目はおそらく簡単に解けるのではと思います。5問目6問目はイントロサビまでワンコーラス入ってます。ピーチ先生。7、8は中間にヒントがあります。ピーチ先生。7問目の中間ヒントはメロディーを抜いた全ての音を明かしています。ピーチ先生。8問目は曲名アレンジバージョンの全てやっていただきたいと思ってます。ピーチ先生。今回ちょっとま、個人的に私が買ったのは5問目のみです。5問目でも分かった。5問目はリズムで分かって、なんとかね。ピーチ先生、もう一回できないんですか。待っていいですか。とりあえずピーチ先生が言うすぐ解けるのではと言っていた1問目をもう一度、せーの、シーララここ、というところでございます。ギブソン。いきましょう。正解動画はこちらです。行く行く。ああ。なんでマンパワーだ。こうなんの。こうなるわけですね。なかなか分かりそう、確かに分かりそうではあるけど、これ、
これ、これ簡単だったわ。これ簡単だった、さすがに。やっぱリズム的に簡単なんでしょうね。うん。今のね、なんとなく感覚をつかんでほしい。はい、あそこら辺は、ああいう音なんですよ。わかるわかる。わかる、確かにね。で、なんだ鍵盤の位置とかで、あ、低くなったなとか、リズムと低くなったなとかで、うん、なんとか、考察をしてってほしいな。さあ、3問、2問目。はい、はい、2問目は、こちらです。俺割っちゃう、これ。これある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 。といったところです。さあ、せーの出しますからね。せーので出しますからね。あ、これ。はい、確前提でさ、もう一問目だけですよ。ギブソンができる。ギブソンができるな。もうここだけです。歌っちゃいそう、今。やばい。もう歌える？そんぐらい来てる。これ多分違うよ。すごいよ、多分、ピース先生が、これは。あ、ピース先生の指めっちゃ綺麗。これ当たってたら気持ちいいわ。気持ちいいですね。気持ちいい。キモピーチってやる？あ、いや、ダメだ。ダメだ、それは。悪口になってるし。何それ別に狙って言ったわけじゃないもんね。気持ちいいの。いいと思って。気持ちいいとピーチをかけて、キモピーチって言ったら、だ絶対だよ。気持ち悪い方になっちゃいそうってことだ。さあ、いきます。せーの。分かってるのにごめん、ね。ミスタームーンライト。ミスタームーンライト。正解聞きましょう。はぁ、あ、歌えるって言ってました。全然違うわ。超おしゃれでしょ。全然違うじゃん。全然違う。全然違うじゃん。テイストが違う。全然違うじゃん。その全然違うじゃん以外のワードが出てこないもん。俺の中で。で、今度ですね。綺麗。おしゃれです。ピアノだとよりなんかおしゃれですね。すっげえ良かった。でも動画的には。わかったーと。めちゃくちゃおしゃれだわ、本当に。すごい、全部聞きたいわ。イントロじゃなくて、はい、さあ次3問目いきます。次から出しずれこれだと思ったら違う。せーの。おお、待ち、大ヒントある、大ヒントある。高いな。でも速い指の動き、指速っ。早い。これ何これ。え、あっ、テケテケテン、テケテケテンみたいなあったよっていう感じです。いや、これ大ヒントでしょ。これね、デュルルルって、これ大ヒントでしょ。あれだけは、あれなら俺らもできるからね。あれだよ、そう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 、あれ大ヒントじゃないですか。これ分かってもそう、むずいむずいのよ。はぁ、あ、当ててください。全然ギブスはあるんだ。全然。まあもうわかんない。とりあえず書いとくです。全然ギブスはあるんだよな。もしかしたら当たってるかもしれないんでね。絶対違うってことしかわからん。正解は一つしかないわけだからね。グループぐらいのヒント欲しいわ。俺も今これ見ただけじゃわかんない。お前答え把握しとけよ。お前らに準備しとけよ。お前らにわかんない。お前らにバレないように何問目っていう風にファイルの名前したらさ、うん、俺もどれが何だか忘れちゃってさ。おいおいおい、準備しといてくれよ。今この鍵盤見ただけじゃこれ何の曲か全然わかんない。でも無理じゃん。グループはスマイレージ。はあ。もう一回見てみ、もう一回見てみて、うん。もう一回見たらわかりそう。スマイレージね。よいしょ。待って、それにしか聞こえないんだけど。俺も待ってるよ、そうだったら。マジで？じゃあ、スマイレージ、ドゥルルルルの曲。じゃあ、ドゥルルルル。いや、ドゥルルルル、そんなヒントじゃない。そんなヒントじゃないの？うん。あのスピード感だった。スピード感？うん。ついに、正解の時が。ピーチ先生も喜んでるよ、正解してくれて。じゃあ、これ？いきます。せーの。宇宙船ラブ。あ、よし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 
待って。はい、正解は宇宙天ラムでした。いや、いけたいけたいけた。あ、ほい。ないような綺麗な世界はいいね。ぶっちゃけ不調でない。って感じでしたね。なるほど。はい、二人とも正解です。でかい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 。グループ名言ったら簡単になりますね。見えてくる。いや、ちょっと見えてくる。ちょっとね。さあ、4問目いきましょうか。これいきましょう。これ確か俺が分かったやつだと思う。はい。OK。じゃあ当てるわ。イントロサビ。お、え？さあ、情報が分かってるです。もう一応聞く、一応聞く。って感じですね。これはね、俺も分かったのよ。これはいけた。リズムが特徴的だから。徐々に分かっていく感じが気持ちいいね。あ、なんか言うたら微妙だな。微妙だな。うん、歌える。絶対だね。歌うからね、本当に。これピアノやってる人からしても余裕なのかな。音は聞こえんじゃない。音聞こえたと正解です。はい、でも度合いによると思うけどね、ピアノやってる人の。行きましょう。せーの。サンバ、拳じゃねえよ。おっしゃー、これはもらった。でけえ、俺。いきます。ここは全然わかんなかった。ここは全然わかんなかった。いい。いい。あ、すご。すごい、いい。右手の移動すごいな。右手は多分左手折れましたからな、緊張持ってたやっぱいいな、左手の厄介よっていうのがいいよね。ここでも分かったね。そうね、確信に変わったね。確かに。リズムがちょっと分かり、結構分かりやすくてね、よかったじゃないですか。確かにこれいいわ。てかいいな、このピアノ版いいよな。俺らのためだけに弾いてくれてるから、ね、そうですよ。めちゃくちゃいいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。いい。ラストいきますか。はい。5問目。高い。すごい左手の動き方。あ、これも俺分かってた。マジ左肩、左肩じゃねえ。当たんないだろ。変なとこ触っちゃう人じゃん。低い、低い。すごいな、マジで。変なとこ触るだろ。狙ったとこじゃないとこ触るぞ。うわぁ。というところです。これはね、俺も確かこれも分かった。そういえばこれさ、分かった。最後の感じで。あ、最後なんだ。リズムっていうかある曲があるから。なるほどね。そこで書いたって。あ、でもワンチャンこれ合ってた。結構リズミカルですよね。リズミカル。指の動きをこんなところで見る機会ってないからな。あ、さあ次のヒントいる。ヒントないかな。じゃあ書いて。ヒントいらない癖やめた方がいいよ、マジで。お願いします。最近みんな聞いた。確かにみんな聞いてるわ。割と多くの人が最近みんな聞いた。俺らとかのレベルじゃなくみんな聞いてる。ここ1ヶ月で。そう、結構湧いたよね。しかも湧いた。もうなんかここまで今話が通じたってことは、
合ってなかったら俺ワードウルフしてるべ、うん、どっちかが嘘ついてる、どっちかが人狼こんだけ話合ってなかったら最近みんなめっちゃ聞いた、うん、めっちゃじゃん最近聞いた、そうめっちゃではないわ、俺らは絶対に聞いた、あの細かい音全くわかんないからいくよ、うん、どうだいきましょう、せーの、初恋サンライズ麗しのカメリア、これ来た、いきましょう、ダラダッダラダッダラダダッダ、正解はつばきょっとに麗しのカメリアでした、かわいいこれ完璧だ、ここでピー先生の演奏をお聴きください、うわーいいいいな、おしゃれ、うわいいなこれ、ルノルノが跳ねてるよ、そんなんじゃないルノルノはそれぐらいいいです一人だけ研修するうわいい、ということで今回はピーチ先生のクイズやってきましたけども、はい、まあ、難しいけど分かると気持ちいい、気持ちいい、あとピアノがやっぱ心地いいそう確かに、もうね、その我々がね手拍子でやってみたとかね、そうそうそう、あの歌ったりとかしますけど、そうそうそう、ピアノはいい、そうピアノできないからさ、そう羨ましいから生配信も見ちゃうしな、な本当だよ、あのあれをね聴きながら寝るのが一番気持ちいいから、リクエストもしちゃうし、ぜひねピーチ先生また多分近づくなんかハロプロ系のな、うん、曲を弾きまくる生配信とかもやってらっしゃるので、そう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 、マジでみ、ね、いいよな、見かけたらもうぜひ突入してコメントしてみるといい、 そしたら絶対弾いてくれるから、ピー先生がもし知らない曲でもピー先生は聴いて、うん、弾けるから、そうその初めて聴いた曲を耳で聴いてそのままピアノに伝達することができたら天才ですから奇跡の人だから、どんどんリクエストして弾いてもらいたい曲をね、でしかもあの即興でアレンジとかしちゃいますアレンジがやっぱかっこいいよそう、おしゃれ風にとかもできちゃうので、そうそうそう、そういうのが楽しみなんでね、そのピーチ先生の方も見てみると新たな世界が広がると思いますので、はい、本当今回ピーチ先生ありがとうございました、いや本当ありがとうございました、今回なんか、まあ、ちょっとあの余った問題今からちょっとやっていくのでね、これはおまけの方で取りたいと思います、はい、それではバイチュン。